っていう何かしらその動きがあるのか、それでもっと思ってた方が多いと思うんで、まあ驚かれた方は多かったと思いますけど、というところにつながるこれまでの経緯改めてなんですが、4年前、こんにゃく内定会見、国会の会見があったんですが、その直後、まあ、週刊誌、お子さんの母親の金銭トラブル報道というのが出て、こんにゃく収入が延期されるということになりました。でその後、遠野さんは、まあ、ニューヨークに留学をされるわけですけれども、まあ、その間ですね、19年の1月、それから今年の4月、2度にわたって、まあ、文書を公表して、まあ、報道情報などを修正する説明をされていたと、まあ、こういう経緯になります。